お誕生日おめでとう。やっと二人の年齢に追いついたよ。はいはい、確かにトマさんは早生まれですもんね。はい、実は私やりたいことがあるんだ。何？言わ割れる側から提案なんて珍しいわね。配信、配信。そう、アイドルとか女優さんとかって自分の誕生日に配信してファンの人と画面越しにやり取りするの。おお、コメントとかプレゼントとか送れるしね。それも一種のファンサービスってこと？私もお祝いしてもらって嬉しいからウィンウィンだよ。私見たことないです。ねこんな感じ。みんな見てる？今日は誕生日お祝いしてくれてありがとう。コメントもたくさんありがとう。今からこのケーキ食べます。すごい、プロみたい。ルミナちゃんのとか見て勉強したの。今の時代配信で人気になってく子も多いんだから。よし、早速始めよう。スマホでできるんだから。ちょっと待った。え？ここじゃダメでしょ。許可取らないと。そうよ、やるならマネージャーの許可も取って、事前に配信スタジオを予約して機材とスタッフさんを依頼して。そういう硬い感じじゃなくて。でもプロなんだから。事務所に行った時聞いてみましょう。わかった。じゃあ自撮りの投稿ならいいよね。ケーキも入れて。ほら、さきちゃんも入って入って。はい。ちょっと待った。背景に加工は入れた？他のお客さんの顔は映ってない？わー、プロって大変だ。ここまで来れば大丈夫かな。いや、油断はできないよね。もう少し遠くへ逃げ。わわっ、ごめんね。危うくぶつかるとこって。サキちゃん、トワさん、そんなに慌てて何かあった？話せば長くなるし、サキちゃんを巻き込みたくもないから詳しいことは言えないんだけど、今私は追われているんだよ、恐ろしい敵に。敵？そう、ある強大な組織に。恐ろしい相手で逃げ切れるかはわからない。いや、逃げ切るなんてきっと無理なんだろうね。それほど圧倒的な敵だから。でも私は諦めたくない。限界まで戦えば不可能を可能にできるかもしれないから。トワさん、何大げさなこと言ってんの。サキちゃん、真面目に聞かなくていいから。どうせ宿題やってなくて先生に追っかけられてるとか、そんなとこでしょ。そんなつまらないことじゃないよ、もっと深刻な話だから。っていうか、休み時間になったと思ったら速攻で教室からいなくなって。曲のことで話をしたかったのにさ。しょうがなくメールしようと思ったらスマホも切ってるし。スマホつけてたら居場所が分かっちゃうかもしれないでしょ。それに、ひぶきはもう仲間じゃないんだ。ひぶきさんが？こんなところで話してたら見つかっちゃう。どこか他の場所に行かなきゃ。屋上とか。いや、屋上だと見つかった時に逃げ場がないし、校舎裏とかならいいかも。うん、今すぐ行こう。ちょっと落ち着きなさいよ。いぶきが仲間じゃないって一体。どうせ怒られるようなことしたんでしょ。何もしてないよ。でも見つかったら私刺されちゃうんだから。刺される。そう、何もしてないからいけないのよ。ああ、いぶき！さあ、刺
さしてもらいに行くわよ、注射器を。注射器？この前健康診断があったでしょ。トアは休んでたから予防接種の注射をしなきゃいけないんだけど、ずっと逃げ回っててね。だから私が保健の先生に頼まれたんだ。休んだのは注射から逃げようとしたわけじゃないから。あの日は本当に調子が悪かったんだから。それはどっちでもいいけど、とにかく予防接種はしなきゃ。大丈夫、最近の注射って全然痛くないし。みんなそう言うんだよ。でも痛いじゃん、針を刺すんだし。それに私ってほら元気いっぱいだし、病気になんてならないから予防接種も必要ないってね。ついさっき調子が悪くて休んだって言ったばかりでしょ。それはたまたまだよ、もう平気だから。うん、全然平気。はいはい、分かったから行こっか。先生が待ってるから。ま、待ってよいぶき、助けて。ノアサキちゃん。いや、どう考えても助ける理由ないでしょう、自業自得だし。父さんが病気になったら困るから頑張って。痛かったし、クス。はいはい、じゃあ曲のこと話そう。もう休み時間あんまりないんだから。ちょっとは慰めてよ、ノアの鬼。それじゃあ次は私の番だね、頑張るぞ。うん、順にトワの第一印象を言っていこうか。正直なところを聞かせてね。ふう、ちょっとドキドキしてきたよ。そうだな、トワは透明感があって爽やかな印象だったかな。ふふ、潮風の吹く町で育ったからね。笑顔が素敵。それは家族に愛されて育ったから。愛嬌があって人懐っこい感じで、みんなのアイドルですから。えへん。ちょっといちいち入ってこないでよ、話がすぐ終わっちゃうじゃない。ごめんなさい。調子に乗りやすいけど好感度の高いタイプだよね。まさにアイドル研究の賜物というか。たまたま撮られた写真がバズったって話も普通にうなずけるし。あの写真すっごく可愛かったわよね。周りの人を幸せにしてくれる笑顔。あれね、もちろん嬉しかったけど、スカウトがたくさん来て大変だったんだよ。でもそれで背中を押されたところはあるかな。大好きなアイドルの道に進めるかもって。オーディションに応募するきっかけになったのね。あの姫神プロデューサーのオーディションならって応募した。そして噂のパフォーマンス審査か。私とノアはさっきから聞いてるだけだけど一番目立ってたって。うん、一人だけアイドルソングだった。でも可愛い歌声と完璧な振り付けで誰よりも記憶に残ったと思う。まああれはね、ダンスのレッスンにも通っていて、先生にはテクニックも見せるパフォーマンスがいいよってアドバイスされてたんだけど、オーディションにぶつけるならやっぱり一番自分がやりたいことがいいかなって思い切ったんだ。さすがに自分でも緊張するかなって思ったけど、やっぱりアイドルの力ってすごい。歌い始めたら曲に引っ張られていつものように歌えたもの。そのトワのアイドルパワーを見初めてプロデューサーは合格を出したと。それだけではないはず、トワさん。フォトンメイデンのアイドルっぽくないパフォーマンスでもかっこいいから。
さすがサキちゃん、よく見てる。もちろん私は可憐なアイドルにも憧れ続けてるんだけど、自分にできることなら何だってやりたいからね。そうね、レッスンになると真面目よね。うん、人を喜ばせるのが好きだって伝わってくる。素直すぎて軽く見られちゃってるところもあるかもだけど。そう、そこなんだよね。何にも悩みないでしょとかよく言われるし。え？悩みあるの？あるよ。例えば、あれ？いや、今パッと出てくる悩みはないけど、人並みに悩んでいるはず。私も。トワさん、無理に悩み作らなくても。フォトンメイデンのメンバーとしてはいいことだし。あ、フォトンメイデンになれたからだ。きっとそう、夢の中にいるんだから悩みなんてあるはずないよね。あれ、ちょっと良くない？アイドルっぽく決まったかも。ね、サキちゃん。うん。お菓子、どんなのがあるかな。夕飯の後に甘いものってちょっと罪悪感あるけど、地元のみんなへのお土産にするには味見も大事だからね。ここの売店にすっごく美味しいフルーツのお菓子があったってさきちゃんも言ってたし。って、あれ？おやつ。あ、トワじゃん。やっぱり渚だ。久しぶり。お久しぶり。元気にしてたか？元気満点20丸です、隊長。よかったよかった。いや、近頃顔見てなかったからちょっと懐かしいな。いつ以来になるんだ？渚が最後にお店に来てくれた以来だから。じゃあもう結構経つな。このところちょっと忙しくってさ。最近あんまり来てくれないってうちのおじさんも寂しがってたよ。マジ？悪いことしたな。でも近いうちにまた行きたいな、ドアのバイト先。あれ食べたい、店長特製のスペシャルシーフード焼きそば。あれね、なぎさん、あの焼きそばが一番お気に入りだったもんね。私も最近は自分のお仕事が忙しくておじさんのお手伝いできてないからあれ食べてないな。あ、そうだ、今度のお休み2人でお客さんとして遊びに行かない？それいいな。行く行く。スケジュール確認して後で連絡するよ。やったー、私も確認しとくね。それにしてもこんなところで会うなんてな。今日もこのフェス出るのか？うん、フォトンメイデンっていうユニットでね。 DJ ユニットだけどダンスにも力入れてるところだから、私もステージで歌って踊ってるんだ。へえ、じゃあトワのアイドルの夢一歩前進したんだな。うん。なぎさも D4 フェスに出るの？っていうことは DJ？ あれ、ギターやってたよね、渚って。今はロンドって DJ ユニットでギターやらせてもらってるんだ。有名なクラブの専属でかなり独特な雰囲気があるけど、実力のあるやつばっかで楽しいよ。そうなんだ、渚もいい仲間見つけたんだね。それじゃあステージでまた渚のギターが聴けるのか、楽しみだな。頑張ってね。前よりももっとパワーアップしてるから期待してるよ。はぁ、トワは素直で可愛いな。え、なになに、急にどうしたの？そりゃあトワちゃんはいつでも可愛いですけど。いや、ロンドって一筋縄じゃいかない奴らばっかだから、こういう素直な反応が新鮮っていうかさ。私が一番苦労してる気がするくらいだよ。まあ、悪い奴らじゃないからいいんだけど。はあ、それちょっとわかる。フォトンメイデンも癖のある子ばっかりだから時々ついていけなかったり。まあ、みんないい子
だし、それぞれすごいところを持ってるすごい子たちなんだけどね。クセモノ揃いってやつか。そう聞くとステージがなおさら気になるな。3日目にやるから絶対見に来てね。任せろ。よし、ちょっと部屋戻ってギター再調整してくる。いってらっしゃい。私もダンスの国のおさらいしたくなってきちゃった。部屋戻って確認しよっと。トントントトーン、1、2。おかえりなさい、トワさん。おいしそうなお菓子は見つかった？たった今、サキちゃん。あお菓子ありがとうございました。はあ、クレープ屋でバイトって可愛くていいなとか思ってたけど、思ったより大変。食品扱うのってちゃんと注意してやらないとだし、それにやっぱり接客って気を使うから疲れるのよね。全員がいいお客さんってわけじゃないし。どうしよっかな。このまま続けるか、それとも別のバイトを探すか。いらっしゃいませ、ミリオンクレープにようこそ。あの店員さん、私クレープ食べた方がいいと思いますか？変なお客さん来た。あのですね、私クレープ大好きなんです。でもクレープってカロリー高いじゃないですか。だから息吹にも止められてて太るよーって。でも自分へのご褒美ってあった方がいいと思いません？知らんがな、とは当然言えないのよね。そうですか、確かにちょっと罪悪感ありますよね。そうなんです。店員さん、私クレープ食べた方がいいと思いますか？そうですね、食べてもいいんじゃないですかね。ですよね。私は店員なんだから当然食べてくれた方がいいわけだし。うん、店員さんが言うならしょうがないよね。私のせいにしようとしてる。じゃあこのウルトラデラックスパフェのチョコソースを。あれ、期間限定ダブルストロベリーソース。ああ、期間限定メニューもとってもおすすめですよ。って言うしかないよね、店員としては。店員さん、私チョコソースの気分で来たのに、ダブルストロベリーソースも食べろって言うんですね。ん？じゃあチョコソースとダブルストロベリーソースで。2つでよろしいですか？はい、店員さんが言うのでしょうがないですよね。いえ、私はありがとうございます。罪悪感を全部私の負担に。お店が儲かるなら別にいいけど。チョコソースとダブルストロベリーソースか。ねえ店員さん、他におすすめはないんですか？バナナトッピングがおすすめって書いてありますね。そうなんですね、それならバナナトッピングで。はあ、いやー、私は食べたくないんだけど店員さんが言うから仕方ないですよね。いえ、無理にとは言いませんけど。え、そんな、無理にとは言わないだけで、もちろん食べていただけた方が助かります。助かる？私人助けしちゃってる。人助けというか経済を回していますね。やったー、クレープは地球を救うんだ。よし、罪悪感消えてきた。店員さん、チョコソースとダブルストロベリーソース、それにバナナとアイス、トッピングで。そ
りげなくトッピングが増えた。クレープ、クレープ。変な人だけど、すっごいクレープ好きなんだな。こんなに喜んでくれると、こっちまで嬉しくなっちゃう。もう少しバイト続けよっかな。クレープ最高。え、トワも脚本考えてきたのか。そう、昨日ちょっと作ってみたんだ。せっかく自分たちで舞台やるんだしさ、内容も自分たち好みに変えちゃっていいんじゃないかなって。ていうか、トワってお話考えたことあるの。もちろん、私の脳内ではいつもスペクタクルなドラマが展開されてるよ。どんな脳内なんだよ。でもありかもしれない。今回は源氏物語に大胆な脚色が必要だし、トワのアイディアも参考になるかも。それもそうだな。どんな内容なのか聞かせてくれよ。あ、はん。では主人公はね、とっても可愛くて心の綺麗なお姫様なの。二人の姉妹がいる設定でね。はぁ、忙しい忙しい。次はお部屋を掃除しないと。トワ、腹が減ったから飯作って。え、でもお姉様、つい先ほど朝食を召し上がられたばかりでは？私は常に何か食べてないと死んじゃうんだよ。いいから早く作って。そんな小動物みたいな。わかりました、すぐに作ります。とは、頼んでたゲームのレベル上げ終わった？ゲーム？平安時代なのに？ごめんなさい、家事が忙しくて。家事しながらでもできるでしょ。まだまだ積みゲーがあるんだから、ちゃんとやっといてね。かわいそうな私。食い意地の張った姉と意地悪な妹に毎日いびられて、一日8時間しか寝かせてくれないし、ご飯のおかわりは1回だけだし、なんて不自由な人生なの。このまま生きててもいいことが何もないかも。そうだ、いっそ身投げしよう。この浅瀬に身を投げ出せば楽になれる。さようなら、みんな。さようなら、この世の美味しい食べ物たち。おや、こんなところに迷い子か。誰？私は光源氏。鬼退治に参って、よもやこのような天女に出会えるとは。天女って私のことですか？そう、これほど愛らしい姫君は見たことがない。もし行くところがなければ、私のもとへ来ないか？あなた様のもとへ。ああ、君なら私の妃にふさわしい。一生かけて愛し続けよう。私はみんなのアイドル、トワちゃんでーす。え、ごめんなさい、私は誰か一人のものじゃなくて、世界中のみんなに愛されたいの。あなたのおかげで自信がつきました。これから都に行ってアイドルになってきます。じゃねー。いや、ちょっと待て。こうして自信をつけたトワちゃんは、花のアイドル道を突き進んでいくのでした。え、終わり？ううん、ここまでは第一部。この後トワちゃんがスーパーアイドルになるまでのお話を描く一大長編なんだ。なんか私、勝手に告白して勝手に振られたことにされてる。そもそもどこが現地物語なんだよ。トワの脳内を覗き見した感じだよね。恐ろしい。じゃあ続けて第2部。トワ
わちゃんついに都でアイドルデビューの巻始まり始まり。I gotta tell you one thing.